小学生は統合失調症になるのか。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は質問いただきました。 S さん、女性、スクールカウンセラーをしています。小学校高学年から中学生にかけて、誰でも自分とは何か、どう生きるべきか、他人は自分をどう見ているかなど深い悩みを抱えるものです。しかし不安を他者に話すことで親が心配し、精神科に連れていくと簡単に統合失調症という診断が出てしまうことがあります。これにより教師や周りの人間が異常者扱いする環境が生まれるという悪循環が生じます。なぜ精神科に簡単にこのような診断名を中学生に下してしまうことがあるのでしょうか。すごいいい質問が来ましたね。結論から言うとバカだからと思いますね。小学生中学生に統合失調症の診断名をつけるっていうのは、ちょっと私から言いますと常識では考えられないし、私だとつけないと思うんですよね。それももし2年とか3年間診察して上でつけるっていうことならまだ考えられると思うんですけど、多分この感じで言うと 1,2 回とか 1,2 ヶ月ぐらいでそういう診断が出てくるっていうことなんだと思うんですけども、私が医者になった頃は小学生や中学生は統合失調症には絶対ならないって教えられました。だから小学生中学生の統合手法は絶対ないんですっていうのが、まあ 2,30 年前までの常識だったんですね。だけども最近はその統合失調症のような症状を呈するお子さんが出ているということは、まあおそらく事実なんでしょうけども、それに対して統合失調症という診断を下すのかどうかっていうのはまた別な話になってきてですね、統合失調症というのは基本的には一人できれいさっぱり治ったりすることがないものとされているんですね。ですからその障害っていうのはおそらくずっと続くし、まあもう統合失調症で普通に働いたりですね、生活している方はたくさんいらっしゃいますけども、多くの方は薬を飲みながらですね、症状をコントロールした上で社会活動されている方が多いと。統合失調症の研究っていろいろあるんですけども、一般的には20歳前後の方、あるいは20代前半とか20代で発症する方が多いんですけども、その方が高校生や中学生の時にどういう子どもだったのかっていうのを調べた研究があるんですけど、その場合は統合失調症の症状ではなく、例えば強迫性障害であるとか、あるいは非常にちょっと変わった子どもだからいじめられていいとか、そういうことっていうのはあるんですけども、いきなり小学生中学生の頃に統合失調症の症状は出してないんですよね。あとですね、子どもっていうのは非常にいろいろな症状を出します。それは状況陰性というか、状況や環境、学校や家庭のいろんな環境状況によって多彩な症状を出してきますので、統合失調症のような症状が出ることはそれはあり得るんですけども、うまく治療するときれいさっぱり全く後遺症などもなく治る場合もありますし、小学生中学生で非常にそう一見重篤と思われていた、あるいは発達障害も含めて非常にシビアな症状を出していた人が20歳ぐらい過ぎると全く普通の状態で、むしろ社会的にすごい大活躍されているような方もいらっしゃるわけですよね。そうなってくると診断って何かって話になってくるんですけど、基本的に今の診断っていうのは操作的診断基準っていって、今の状態に対して診断を下しているのが主な診断の方法なんですね。それでも統合失調症の診断っていうのは慎重にね、行っていかなきゃいけないということはあると思います。なので正直小学生の子供を見て 1,2 回診察で統合失調症の診断をつける精神科医っていうのは、私から見るとやぶ医者とは言わないですけども、信じられませんっていうか、もうちょっと勉強した方がいいんじゃないですかっていうのを正直に言いたいと思いますね。あとその診断名を下した子供、この方も言われてますけど、子供や親のショックなので、統合失調症の疑いがありますから将来気をつけてくださいっていうことを言うのと、あなたのお子さん統合失調症ですよっていうのは、このぐらいの開きがあるわけですから、私だともしそういうものがあったとしても、統合失調症の疑いがありますので注意してくださいっていうような形でですね、慎重にお伝えするっていうことを多分していくと思うんですね。あとですね、結構重要なんですけども、小さいお子さんを精神科に安易に連れていくのは私はやめた方がいいっていう立場ですね。発達障害の子どもとかの場合を心配だから学校カウンセラーの方とかご両親の方が精神科にすぐ連れてきたがるんですけど、本当に厳しい場合は連れていくべきなんですけど、全然何ともない人の方がほとんどなんですよ。まあ一昔前であるとどこのクラスにもいるような、ちょっとなんか仲間に入りづらいっていうか、ちょっとコミュニケーション下手っていうようなレベルの人とか、今いろいろなそういう本が出たりしてるので、この症状が当てはまるからってみんな心配して精神科に連れていくんですけど、精神科に連れてった瞬間にまず診断名をつけなきゃいけないんですね。カルテに書かないと保険治療ができませんので、だから何がしかの診断がついてしまいます、疑いであってもですね。
さらに何とかしてほしいって連れてきてるので薬が出る可能性が高いんですよ。で薬も出さないで、あこれは全く大丈夫ですよ、薬なんか飲む必要ありませんって言えるのは名医なんですけども、なかなかそうもいかないので、とりあえず薬でも飲んで様子見ましょうかってことで、本当は必要のない薬が出る可能性が高いんですね。だから本当に厳しい場合とか精神科で見てもらわなきゃいけないケースっていうのはあるんですけども、本当に軽症なケースっていうのは精神科にかからないで自然と治っていく場合がほとんどなので、私はあまり精神科に頼るってこと自体がどうなのかというふうに考えております。ということで、子どもの、まあ、発達障害も含めて主人の精神症状に対してはですね、結構デリケートに対応していかなきゃならないし、我々の精神科医としてもですね、いろいろ勉強してですね、慎重に対応していくということで、まあ、いろんな問題が含まれている難しい問題と思いますが、ちょっと私の見解を述べさせていただきました。10月10日発売、樺沢紫苑の新刊、絶対にミスをしない人の脳の習慣。ミスをしない本って今までたくさん出てるんですけど、場当たり的な対症療法的な方法がほとんどなんですね。今回私の新刊では、根本的にミスをしないにはどうしたらいいのか、ミスをしない脳の作り方について書きました。ミスが多い人、あるいはミスをしたくない、失敗したくないという人はぜひ読んで実行してほしいと思います。こちらの本の最初の部分を無料で読める無料版というのがダウンロードできますので、こちらからダウンロードしてみてください。